兄さん、本当に行くの？ああ、一年中花が咲いているところだぞ。見てみたくないか？今からそれを確かめに行くんだ。これは探検なんだぞ。父さんにバレたらきっとすごく怒られるよ。裏山へは危ないから行くなっていつも言われてるのに。親なんて信じられるもんか。俺はもう11歳なんだ。行きたいところへ行くさ。あ、ねえ、シェリアは？誘わなくていいの？あいつは今回の探検からは外す。え、なんで？あいつの体じゃ探検はしんどいだろ。それにヒューバートっていう足手まといがもういるからな。そんな言い方ひどいよ兄さん。さあ早く出発しようぜ。ワクワクするな。そこの湧き水飲んでいいぞ。僕、喉なんて渇いてないよ。いいから、いいから。この湧き水はだな、すっごく元気になるって有名なんだ。さ、飲んだ飲んだ。かぁ、兄さんの言った通りだ。あれ、でも裏山に来るのって兄さんも初めてじゃ。へぇ、フレデリックが言ってたのって本当だったのか。それじゃあ俺も。僕で実験したな。やっぱり帰らない。Thank you.
人が。こんなところで寝てるんだよ。声がした。声。私、この場所と一つになって眠っていた。そしたらあなたの声がして、目が覚めたの。なぜあなたは私を起こしたの？こんなところで寝てたら危ないと思って。とにかく寝るなら家に帰ってからの方が。兄さん、あの先は崖だよ。危ない。何やってるんだよ。危ない。そうだよ、崖から落ちたらどうなると思ってるんだ。どうなるの？どうって、結構あるよ。落ちたら怪我じゃ済まないかも。ほら、分かっただろ。もし落ちたら、とにかく崖には近づいちゃダメなんだ。分かったか？この子、どこの子かな。見たことない子だよね。お前、名前は？そうか、こういう時は自分から名乗るんだっけ。俺はアスベルラント、こっちは弟のヒューバート。よろしく。で、お前の名前は？名前？私の名前、おい、まさか忘れたっていうのか。じゃあ、君はどこから来たの？どこから？まさか、それも覚えてないっていうのか。兄さん、この子もしかして記憶喪失なんじゃないかな。そういう人って何も思い出せなくなるらしいよ。記憶喪失？なあ、お前本当に何もわからないのか。ヒューバートの言う通りかもしれないな。どうしよう。兄さん、町へ連れて帰ろう。え？そんなことしちゃって大丈夫なの？大丈夫じゃないかもだけど、このまま放っておけるもんか。それに町へ連れて行けば何かわかるかもしれないし。